日常運動の食うたにようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。生姜の恵みというシロップを使ってみたいと思います。なんかシロップっていうのはシャラシャラしてますけど、シャバシャバしてますけど、どんな風なのかな。ちょっと先に開けとけばよかったな、これ。はい、では今回それをヨーグルトにかけてみますね。ちょっと目分量になって怖いんですけど、はい、こんな感じで。チャンネル登録よろしくお願いします。混ぜるとこんな風になりました。食べてみますね。思ったより生姜の辛み、味がきつくて、これは好みが分かれそうだ。まあ生姜の成分をしっかり摂取できそうな気はしますけど、どうなんだろうね。これは料理とかに使ったら美味しいかもしれませんけどね。生姜の味が結構ピリピリきてて、口の中しびれてきますね。あーっていうものではないですけど、生姜の健康の力が得られそうです。なので本当生姜が好きな方にはおすすめですね。反対に苦手な方は避けた方がいいです。ちょっと好みが分かれそうな辛さかなということで3点とさせていただきます。こちらの生姜の恵みは。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたら、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。